回は僕から柴田さんに企業案件を送りたいんですよ。紹介？いや僕の企業案件です。ヒカルっていう商材を代理店として、はい、そうです、やるんじゃなくてそのクライアントってこと？クライアントです。こっちはそんなことあんの？いや、やっぱ散々これまで僕の名前使って悪口言ってきたじゃないですか。断るごとにパチンコで負けた日なんか分かんないですけど、断るごとに悪口言ってきて、僕のことをベタ褒めしている動画って多分まだ存在しないと思うんですよ。ないね。だから僕が今回クライアントで案件を依頼しますマジで？はい、ブランドとかやってるじゃん、お洋服の。それを紹介してるとか、はい、一応、オリエンシート。おぉ、YouTuber ならおなじみの、はい、企業案件をする時の元となるオリエンシートです。商材の特徴、YouTube 界のトップカリスマスだね。30分超えの動画でも視聴者を飽きさせないトーク力。おすごいね、はい、でこれちゃんとポジポジちゃんと言わないといけないんで、うん、で悪いだけ一切なしなんですよ、これに関しては。はい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 、これそれは どのチャンネルで？俺のチャンネルか。もちろんそうです。そっか、企業案件だもんね。そうです。そっか、はい、で僕のチャンネルにちゃんと視聴者流してこれないとダメです、ね、ああそっか、はい、で僕の好感度を上げるための動画なんですね、これ。なるほど。じゃあちょっと待ってね、速球マスト事項本案件動画内では今まで柴田チャンネル内で配信された著しく公表性が損なわれている光についての情報が含まれている動画を引用し内容を訂正心から謝罪した上で真実は何になるのかを過不足なくご説明ください全部謝れよってこれまで悪口言ったことはとか間違ってることは全部訂正して謝れよって動画後半にはヒカルへの感謝の気持ちを込めたオリジナルソングを1曲をお願いしますマジでじゃあこれもフタエルに作ってもらおう。うわすごい。つまりはリザードの服を着てヒカルに対してこれまで言ったことを謝って、はい、そしてヒカルを褒めて、はい、でかつヒカルくんのオリジナルソングを歌うということですね。書いてあることそういうことですね。まあそういうことだもんね、はい。なるほど。まあ、そこは任せます、アドリブで。場所もどこでもいいんで。 NG 事項、公序良俗に反するもの、過度な下ネタとかダメだよって、はい、まあ、案件なんで競合他社、著作物、わいせつ物、著しく汚いひげの映り込みひげはしょうがないだろ大きなブランドロゴとの映り込み、あ、これはね、なしにしてというのと、あ、呼び方が光様光る様でお願いしますって。でこれをこれが作るっていうあれですか。はい。これいくらの、ちなみに。これあの本が100万円です渾身の案件動画人物を商材するっていう新しいこれ切り口で、ビジネスを訴求するという、はい、だから今後炎上した人が柴田さんに案件依頼するんですよ僕を商材にやってください。ああなるほど。動画撮ってちょっと火が消えるっていう。なるほど。これ新しいビジネスです。新しい柴田さんの案件の切り口を僕が提案するんですよ。営業も増えるかもしれんな、はい、人から来ますよこれ。だからクリエイターが新しいなこれ。ヒカキンさんとかが来るかもしれないですよいくらくれんだろうなヒカキンさん。なるほど。どこまでできるかは分かんないけれども、あのこれあれだよね、もちろん企業案件ってことはさ限定公開です出してさ、こことここ修正してくださいもあるまあ一応確認、まあ基本大丈夫ですけど。基本大丈夫だ。基本大丈夫です。まあ逆にまあ僕も面白かったら何でもいいんで。ああそっか。でもぶっちゃけ何でもいいです。ああいいクライアントだ。はい。なんかよくよく聞いたら悪口に聞こえるようなことがあっても面白いじゃないですか。これなんか褒めてるようで遠回しに悪口言ってるみたいなそこのさじ加減とか任せるんで、確認とかなしで大丈夫ですってみたいな。おお、オッケー、わかりました。やりましょうか。はい、定期的にごちゃごちゃ言ってくるんですよね。わかりました。まあ、このリザード一式ワンチャンないかもしれない。これはもうぶっちゃけなくてもいいっす。なくてもいいんかい。これで俺考えたじゃない。させてよ。させてよ。送りますね。何枚か送るんで、切れるやつだったら来てください。よし、じゃあ頑張って作るか。褒められるかな。本気でお願いしますね、そこは。褒め慣れてないからな。人だからその柴田さんのチャンネル見た人はいきなりこれ何があったって思うんですよね。そっちを見てないとね。急にいきなりこれ褒め出したぞっていう。俺もう何だったらプレゼンするよ。はい。ちょっとなんか光のこと言われてたけど、俺もう実はもう認めてるんだわみたいな。あれがいいですね。
面白いですこれなんか新しい形だと思うんでね、柴田さんにアンケ依頼した人はぜひやってくれると思うんで、お金が払えば、はい、100万でいいこと言ってくれますよYouTube のご意見番がいいこと言ってくれるんで、確実に人間としての価値が上がりますよ営業も待ってます頑張ろう、めっちゃ楽しみですね、ホワイトボードにいいこといっぱい書こう